溶岩宣言戦の K70 チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、K7 です。私は現在、原野町駅に来ています。今回は、E531系付属編成の最長距離運用の列車に乗ってきたってことでお届けいたします。E531系基本編成の最長距離運用といえば、高萩発品川行きですよね。こちらは、アンリーヌがやってくれましたので、ぜひご覧ください。が、付属編成の最長距離を走るのは何かというと、原野町発水戸行きです。原野町から出る普通列車は、基本的に、いわきが終着となっています。ですが、1日 1.5 往復のみ、いわきを超える列車が存在します。今回は、高萩まで、2時間20分乗っていきます。
原の町から2時間20分、今回も下車駅である、高萩に来ました。ずっと座ってると、きついイメージがあると思いますが、E531 来ています。いわき駅で少し休憩できたので、そんなにきついとは思わなかったです。普通グリーン車がついていれば、なおよろしいんですけどね。まあやっぱり、これからも普通列車の乗り通し系は、アンリーヌに任せようと思います。それではこの辺で動画を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。